フィジー共和国とは、人口90万人、面積は四国と同じくらいの、南太平洋に位置する島々からなる国家である。第二次世界大戦当時はイギリスの植民地であったこの国が、独立して他国に宣戦布告したらどうなるのか、今回はそれを検証していきたいと思う。ということで今回はフィジーで世界に宣戦布告したいと思います。なぜ今回フィジーでプレイするのかと言いますと、アプデで追加されたからです。今回のアプデで追加された国々はいずれも小国揃いですが、フィジーはその中でも結構な小国として登場してます。なので、せっかく追加されたのにほとんどの人が存在を知らなそうなのはあまりにも不憫だと思ったのでプレイすることにしました。難易度は一般人、鉄人モードで今回もやっていきます。いつもと違って今回は検証なので縛りはありません。方針としましては、最初に国力の充実をさせます。世の中には工場なしでプレイする変態もいるらしいですが、普通、何をするにも工場が必要なので建設優先です。そして、ファシスト化します。ファシスト化すると、国家方針で徴兵する割合を増やすものを選べるようになります。もともとの人口が少ないので徴兵人口の割合を上げておかないと、すぐに人材がゼロになりますからね。さらにファシストだと、他国に宣戦布告しやすいところも選んだ理由です。最後に、首都周辺をいつものように要塞化したら終了です。今回のプレイでは首都の下のある付近の、プロビンス以外は要塞化するつもりがないどころか、防衛する気もありません。理由につきましては後々説明します。以上のことが完了したら他国に宣戦布告し始めます。そして、フィジーが降伏したら検証失敗で、全世界に宣戦布告して世界を敵に回すことに成功したら検証成功です。といったところで、早速プレイしていきましょう。ということで、産業を充実させていくのですが、その前にフィジーの地方について説明します。まずここが首都スパのあるフィジーです。で、その上がエリス諸島。さらに上にあるのがギルバート諸島で、その左にあるのがナウルです。以上の4つの地域からなっている国なのですが、フィジー、エリス諸島、ギルバート諸島には建築スロットが一つしかありません。さらに、ナウルには建築スロットが一つもないという状態にあります。このままではどうしようもないので、国家方針で工場を手に入れるのですが、ここでちょっとした小技を使います。使うのはこちらの国家方針、海軍への注力です。海軍造船所を3つ追加するのがメインなのですが、同時に建設スロットも3つ追加してくれるので、このように、ゼロだったナウルの建設スロットを3つ開けさせることができます。これでとりあえず、民主工場を増やすことができます。お次は民主主義からファシストにするのですが、これはちょっとひどいですね。マイナー国の場合、国家元首の顔グラフィックは汎用のものが使用されるのですが、国家元首の顔グラがシルエットな上に、政治顧問の名前もファシストや民主主義者など雑になってますね。まあ、それだけフィジーでプレイするやつも少ないだろうしいいか、と公式も思っていることが伺えますね。はい、そんなことを言っているうちにファシスト化完了しました。国家名もメラネシア連邦から海洋帝国になり、随分かっこよくなりました。それでは、そろそろ陸軍も養成していきましょう。最初からある編成をそのまま使用してしまうと、人的資源がすぐにゼロになってしまうので、編成を歩兵6編成から1編成に変更して師団を作ります。時間はかかりますが少しずつ均等に配備するにはこの方法がいいと思います。それではフィジーに要塞を作りましょう。今回は上陸されたら負け確定なので陸上要塞は作らず、海上要塞だけにしておきます。作る数は少ないですが、建設の原動力となる民主工場も少ないので、時間は少しかかりますね。最後に後回しにしてたフィジー以外を防衛しない理由を説明します。このゲームで師団が戦い続けるには武器を補給し続ける必要があります。その武器は首都から運送され、陸路で運搬できない時は、輸送船を使って運搬します。その時、安全に輸送するにはその海域の制海権が必要になるわけですが、さすがにフィジーの国力でそれをするのは不可能です。なので首都と軍需工場のあるフィジーのみを防衛するという結論に至りました。では説明も終わったのでまずは日本に宣戦布告してみましょう。すでに、オーストラリア、ニュージーランド及び近隣の島々は日本の統治下にあります。通常であれば、吹けば飛ぶような国、フィジーですが、入念に準備を重ねた今回はどれほど粘れるのでしょうか。日本に宣戦布告して少し経ったら、おまけで大東亜共栄圏だけではなく、枢軸国まで参戦してきました。なかなか熱い展開になってきましたね。ということで、さらに絶望感を増すためにアメリカにも宣戦布告する準備をしていきます。日本軍がギルバート諸島に上陸し始めましたね。しかも、誰もいない島に結構な数の師団で上陸してます。このゲームは師団が多ければ多いほど上陸の準備にかかる時間も長くなるシステムなので、フィジーに来るにはもう少しかかりそうですね。準備ができたのでアメリカにも宣戦布告します。これで連合国も敵になるので大国は全て敵になりました。ついに、
フィジーにも日本軍が上陸しようとしてきました。一見、我々の方が師団が多いので強そうに見えますが、我々の師団は歩兵1編成のスカスカなので、油断はできません。コツコツといろいろな国に宣戦布告してみたので、世界がだいぶ敵になってますね。見どころもなかったので最後の国までカットしました。最後は世界一幸福な国ブータンを戦争に引きずり込みます。はい、これで世界を敵に回すことに成功しました。確認してみましょう。赤色になっている国は現在戦争中の国です。真っ赤ですねー、素晴らしい。最後に死傷者数を見てみましょう。計算方法はよくわからないのですが、我々フィジーの戦死者が178人に対して、フィジー以外の戦死者が190万1400人となってますね。まあ、多分輸送中での連合国と大東亜共栄圏の潰し合いの結果による戦死者だとは思いますが、仮にそういった死傷者もカウントに入れるとなんと、フィジー人のキルレシオは驚異の11万です。ことわざで一騎当選なんて言葉がありますが、フィジーにおいては一騎当11万みたいですね。ちなみに今でもフィジー人がこれだけの戦闘民族だとすると、フィジー人だけで、100回は余裕で人類を滅ぼせます。皆さんもフィジー人と喧嘩するときは気をつけてください。ご視聴ありがとうございました。